やっぱりですね、豊かになっていくためには、豊かになれる情報っていうのをちゃんとキャッチして、実践していかないと、絶対に豊かにはなれないんですよ。で、本当に残念ながら、日本で暮らしていると、豊かになるための情報じゃなくてね、貧しくなるための情報がめちゃくちゃ入ってくるんですよ。自動的だと。 そして、貧しくなる選択をすると、ちゃんと貧しくなる。で、貧しくなってますよね。もう、とにかく日本経済を復活させる方、もう答え出てるわけですよ。賃上げ、値上げ、インバウンド。もうね、直近ではこれしかないんです。 で、これをやりきった後にね、他にいろんなマーケティングやったりとかいい、いいですよ。やってもいいんだけど、これをやらずに他のアクションやったってもう優先順位と影響力全く違うし、まあ、自分一人がとかね、儲けたいとか、自分の会社だけが儲けて他の会社のお客さんを奪うとかだったらね、ディスカウント戦略とかも資本があれば、まあ、できるっちゃできますよ。でももうちょっと過激かもしれないけど僕こう思ってるんですよ。安売りするってことは、 他の客を奪うっていうことなので、みんなを勝たせるとは違うんですよ。消費者の味方なんかじゃないです。自分のことしか考えてないんですよ、ディスカウントする人は。でも、消費者の人は勉強不足なので、騙されちゃう、騙されちゃうって言い方きついから、なんて言えばいいんだろうな。嬉しくなっちゃうんだよね。 消費者の味方です、私たちは。だから、今この値上げをみんながしている中、私たちだけは値上げをしません、とかいうメッセージ聞くと、うわー、いい会社、とか言うんだけど、何言ってんのそれ、奪うための戦略なのよって。でもそれは別にその会社が悪というよりは別に法律にも触れてないしね。消費者の人がやっぱあまりにも情報不足。で、消費者って誰なのってことですよ。もう今の日本において消費者イコール、専業主婦なんてことはないです。 消費者イコール会社員って言った方が一致してるんですよ。だから、ちょっとまたこれも過激な言い分になってごめんね。日本の会社員があまりにも勉強不足だから、本質的ではないビジネスにみんな飛びついちゃって、全体として賃上げもできない。値上げもできない。 インンバウンドも獲得しないいいっっててう悪循環に陥っているんですもうこの辺のことじっくりもう、もう丸一日かけて喋りたい。でもね、丸一日かけて喋るっていうのがなかなかね、お客さんもこんな説教みたいな話聞きに来たくないだろうから、まあビジネス実践塾2 d デーズの人には2日間かけてやってますけどね、<laughs> なかなか難しいので僕はあの手この手で伝えてるんです。まあ例えばその一つがオンラインサロンカモビズだし、えそして今度出版する 賃上げ、値上げ、インバウンドというね、タイトルの、もう本当に意識高い系の人しか手に取らないようなタイトルですけど、ズバリこのタイトルで出そうと思っています。で、オンラインサロンカモビズに昔から、ね、参加しているメンバーさんは、カモさんすごいねと、もう2年近く言ってるよね、同じことって思ってると思いますが、まだ言います。まだ続けますよ。2年どころで終わりにしちゃダメだなと思ってて。なんでかっていうと、まだほとんどの人が知らないんですよ。 賃上げ、値上げ、インバウンドがいかに重要かってことを、で、そのことを証明しているような記事が日本経済新聞に載ってましたので、えー、お伝えしようと思います。えー、今日はオンラインサロンカモビズの毎日発信してるね、日刊カモガシラタイムズ5月9日分の内容の一部だけ紹介しようと思います。えー、どんな日経新聞の記事だったかというと、日本のワインは飲み応えプラス寝ごろ感で、 えー、売れているっていう記事です。もうね、ほんと残念だな。え、どんな記事かってことを抜粋して言うとね。ヨーロッパのワインが5年前が2000円ぐらいだったのが8000円ぐらいまで値上がりしてるよ。その間日本のワインは10%しか上がってない。だから売れてる。日本のワインは質が高くって安くってだから支持されてるんだ。 っていう記事なんですよ。何言ってんの本当にバカなんだなって。大丈夫か日本経済新聞って僕は思ってるんであまあ、こんな、日本経済新聞全員じゃないけどね。この記事書いてる人。でも、乗っけてんだもんね、これを。大丈夫なのかなメディアとしての教示ないのかねこの人たちはって思う。 で、鴨頭所見と言って、僕はね、日本経済新聞を読んでくださいで終わりにしてませんからね。そこから鴨頭よしひが、我々はどういうふうに提用して読むのかっていう話をしています。だってこんなのワイン屋さん以外関係ないってなっちゃうから。でも違うんですよ。ワイン屋さんの話を聞いて、自分たちの会社を良くしたり、えー、自分のビジネス力を上げなきゃ意味がないので。で、ここから鴨頭所見はそのまま読みますね。鴨頭所見、認知的不協和で人は疲弊する。まだ売り上げを追っているのか。 正直な感想だ。国内のブドウを使い、国内で製造する日本ワインの存在感が高まっている。円安や資源高で価格が高騰する輸入ワインに比べて、日本ワインの値上げは、小幅で寝頃感が出ている。ヨーロッパのワインは5年間で約4倍だが、日本のワインはその間10%の値上げにとどまっている。 売れ行きも好調だ。2030年には販売数量を今から2倍に増やす目標を掲げている。ハッシュタグ、頭が悪いにも程がある。今回の記事の最重要項目は以下の2行なんだ。一方で、国内には小規模なワイナリーも多く、収益力の弱さが課題となっている。 ハッシュタグ。売り上げを追うことがいかに愚かなことか。30年も続けてまだわからないのか。良いものを安く売り、ワイナリーを殺す。この選択に未来があるわけがない。カモビズメンバーには強く伝えておきたい。良いものを安くは悪だ。もっと人を大切にしろ。売り上げの数字など意味ないのだ。 顧客を喜ばす前に社員の生活を守れ。良いものを安くは他の企業から奪うという高度成長期の国が短絡的に成功した古き悪しき文化だと知れ。最後に日経新聞もアホの集まりだ。 というですね。もう黒かも頭全開な記事なんですけど。これはもちろんね、日経新聞の悪口に言いたくて書いてるわけじゃないよ。そんなことしちゃってね、全く私たちの生活豊かにならないんで。カモビズメンバーに何度も言ってるけれども、もっとさ、重要度を上げて考えなきゃダメだよって。引っ張られちゃダメだよって。だってマスメディアは未だに値上げは悪だって言ってるし。ね、こうやって日経新聞も言ってる。テレビも言ってる。そして SNS でも。 みんな勉強不足だから、値上げは悪だって言ってるんですよ。どうしようもないね。もう三分の一になってるんですよ。アメリカ、ヨーロッパに対して日本の価格は。そしたらどうなるかっていうと、私たちの子供たちは三分の一の安い国で生活するんですよ。海外旅行もう行けないじゃないですか。だって日本で生活するのに一日ね、例えば一万円だったら、アメリカだったら三万円になるわけだから。 ね、日本の賃金でアメリカに行ったら暮らせないわけじゃないですか。ニューヨークで暮らせないんですよ、もう。ニューヨーク行きたくても。お金がないから鎖国状態になるんですよ。ますます海外の情報が手に入れないし、ますます海外は日本からどんどんお金を奪えるんだよ。そうだよね。みんなだって、スマートフォン海外製品とか持ってるでしょアマゾンで買い物してるでしょほら、日本のお金どんどん海外が持っていってるじゃない。 で、なんでこんな状態に、ね、なっちゃったかっていうことはもうね、30年かけたもういろんな問題というか先送り問題とかもいやあるのよ。で、そういうのを丁寧にちゃんと伝えていかないともう個人が間違っちゃうから、えマスメディアもねこ、大衆に合わせた記事を書いちゃうし、日経新聞もね、 大衆が喜ぶような記事の書き方するわけよ。何言ってんのワインが10%しか値上げしてなくて好調だって。好調じゃないよ。死んでるよ、ワイナリー。従業員死んでるよ。えー、小売業者も儲かってないんだよ。売り上げなんか意味ないの。利益でしか人間は豊かになんないの。もうこんな基本的なこと、もう小学生とかに教えてあげた方がいい内容、大人が間違ってるんだよ。もうね、学ぼう。今日言いたいことは学ぼうです。 いい情報、必要な情報、豊かになる情報をちゃんとゲットしないと豊かになれない。貧しくなる情報ばっかり入ってくるの。何もしないと。もう、もう極端に言いますよ。無料の情報だけ貪さぼってる人は、貧しくなる情報を貪さぼってるんです。ちゃんと情報は買わないとダメ。もう今の日本はそういう状況にあるっていうことは、お伝えしておきたいと思います。 えー、オンラインサロンカモビズではこういう情報をずっと届けて続けてる2年以上、えー、今ちょうど入会ができる1日2日3日の3日間になってます是非ご入会お待ちしてます学びましょう実はですね今オンラインサロンカモビズの中でまあアンケート調査などでね全員が答えているとはあの限らないんですけれども今もうすでに賃上げやったよっていう経営者の方何名いらっしゃいますかって聞いたところ 139名の経営者の方がもうすでに賃上げやってるんですよ。そして会社で値上げについて取り組んでる経営者の方いますかっったら182名の方がやりました。 そして、インバウンド対策やってる人を追ったら38名。これはまだ少ないけれども、まあ、インバウンドはね、すべての会社が合うとは限らないので、合うタイプと合わないタイプありますからね。あの、数は重要じゃないかもしれないけど、まあ、賃上げ値上げについて、これだけ取り組んでる経営者と一緒に学べるって、すごく会社員の方にとってもいい環境だと思います。オンラインサロンカモビズは、一番多いのは会社員の方です。 全体の43%半数弱の方が会社員やりながら学んでるんです。素晴らしいことだと思います。日本経済の担い,い手は明らかに会社員です。99%が会社員であり消費者なんですよ。だその人が学ぶとやっぱり経済良くなるので、ものすごくいい傾向だと思っております。ぜひ会社員の人学びに来てくださいえ。そしてもちろん経営者の人は学ばないなら、 経営者、やめてください。なぜなら、学ばない経営者は、もうほとんど、もう必ずは言い過ぎかもしれないけども、99.9%従業員の方を苦しめます。不幸にします。豊かにできないので、経営者をやめてほしいと思います。<laughs> まあでも、いや、嘘だよ。経営者やめてほしいんじゃないよ。学んでほしいんだよ。 絶対学ばなきゃいけないって強く言いたいだけだからね。あの、経営者やめなくていいです。絶対に勉強してください。えー、そのね、いい情報を届けるために、カモビズオンラインサロンやってますので、ぜひぜひみんなで学んで、みんなで豊かになりたいと思っております。ということで、今日という一日が、皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいね